どうもこんにちは。お仕事とお仕事の合間の合間の今こんにちは。そう、仕事と仕事の合間のなんか微妙な時間ができたので、まあお昼ご飯でも食べようかなみたいな感じなので、こんな昼間に失礼しますって感じで、まあ見たい人だけ見てくれればっていう感じではあります。ナーラブさん、クマ、なんかこれ新しいやつかな。キョンシーさん、バッタンさん、元横さん、トシキさん、ナーラブさん、ひな祭り、セディアさん、尊いギフト、ナーラブさん、たくさんひな祭りギフトありがとうございます。そうちゃん、りゅういちさん、ありがとうございます。珍しい？そうですね。よいしょ、お弁当を食べます。昼ご飯なんかこういう時にショールームって音楽欲しいなって思う。カラオケ、あ、爪が割れた。あのカラオケではなくて BGM フリー音源フリー音源フリー音源やったらさ、いいんかな。フリー素材 BGM みたいな、フリー音源ありありなんかな。別にあの食べながらご飯を食べながら聞きたいわけではないんやけど、別にそういうわけではないんやけど、著作権フリーな、著作権フリー音楽、著作権フリー音楽え、これ著作権フリー著作流してるルームもある。あ、そうなんや。そう、別にそんななんか優雅に音楽をかけて食べたいわけではないんですけど、優雅すぎショールームでこんな。まあいっか。幕の内弁当、
のうち、そうお弁当はね、そんなになんか温めたりとかせずに冷たいぐらいがね好きなんよね。まあ冷たくなくてもいいけど、うん。お写真はいらないか。撮るだけ撮っとこうかな。20回しか無料で撮れないアプリで。お弁当に2枚も使ってしまった。そう、普段はノーマルカメラで写真、あの iPhone のさ既存のカメラで写真撮っとるけん、このカメラアプリに課金はしてないんですけど、結構メンバーは課金している人多いイメージ。まあ撮っておけばいいんですよ。使う使わないは置いといて。足立さん、並ぶさん、ラブレター、糸ちゃん、ひな祭り、ありがとうございます。いただきます。そう、ポテトサラダを絶対冷やした、あ、違う、温めたくなくて、そう、ご飯が冷たい方がまだいいやと思うよね。そのサラダとかが温まるよりかは。でも朝のお弁当にもポテトサラダ入っとった。この漬物最高。さ、しば漬けとかきゅうりのきゅうちゃん的なそう漬物がね一番好きなんけん、この辺が温まってしまうよりかはご飯とか他のおかずが冷たくてもいい。野菜不足なので野菜を食べます。パプリカはちょっと苦手です。パプリカ
これなんだ、これ ほうれん草、んほうれん草じゃないか、なんだこれ、これなんだっけ、これほうれん草か、なんか味付けが変わるだけで違うものに感じる。こちらお肉です。ごまどれ、あ、小松菜かな、いやどうなんや、わかんない、うんうんうん、これ美味しい、仕事の合間です。私もね、こう見えて仕事の合間なんですよ。合間というか、まあお仕事とお仕事の合間。一つ目が終わったって感じ。こう見えて。ライディンさん、ゼータンさん、ありがとうございます。 MJ さん、奥行きさん、東京から公園行ってます。サラちゃん推しです。じゃあぜひ今度のお見送りで、僕だ、僕がよ、僕がシミヤンだよって言ってください。そう、今日は朝から仕事でした。なんか魚も入っとる、結構入ってる、なんだっけ、磯辺揚げみたいな、これ好きよ。かわいい？本当ですか？ベリーキュート、ベリベリキュート、前髪が浮いてくる、ちくわ好きよ、さ、練り物好きよ、普通に。ライディンさん、ピロシさん、ひな祭り、元横さん、錦鯉さん、ナーラブさん、パーフィンさん、ありがとうございます。弁当で一番好きなのは、弁当で一番好きなの、むず、数えきれないほどのお弁当をいろいろと食べてきましたからね、難しいですね、その質問は。まあでも最近だとみんな言ってる黒弁、
何これ、何これ、何やろこれ。コロッケに見えるけど、コロッケではない。美味しい。なんか練り物、なんか魚系、なんかわからん。魚も入ってますね。こんなところにソースが出てきた。遅いよ。お正月の味がするお正月の味がする魚。って言ったら何やろ。でも魚って正直さ、鮭とサバとぐらいしか区別わからんくない。何って言われんかったらわからん。タイか、タラ、いや違う、絶対食べたことあるこの味。サンマとかも確かにわかるけど、ちょっとソースが、あ、書いてあるぞ。あ、さっきのヒレカツ、さっきのヒレカツやった。練り物っぽいとか言ったけど全然違う。この魚はアブラガレイ、カレイ、カレイかな、カレイ、カレイかな、アブラガレイの照り焼き。だったみたいです。わかりませんでした。ご飯の上に乗ってるこういうの大好き。ご飯のお供的なね。これはちりめん。
ちりめんです。ちりめんといえば今日、今夜はちりぱです。うん、おいしいしば漬け。私の好きなしば漬けちゃんです。酸っぱ。レッツさん、ありがとうございます。お米大好き。お米大好き人間。そう、パンより米派です。朝も大量のサンドイッチとかとおにぎりとみたいな置いてあったけど、おにぎりの方を選びました。
新潟ツアーの時コシヒカリ食べたと思う。あんまちょっとあんまり覚えてないけど食べたと思う。置いてあった記憶ある。豚汁とお米とみたいな確か。回転寿司の話してないよ。会場に豚汁とあれがとか食べたと思います。お腹めっちゃいっぱいってわけではないけど、まあ食べたなって感じ。そう、朝ごはん普段そんまあ普段そんなにね起きてない時は食べる。いたかよいた。そう、朝起きてないけんさ、休みの日とかはそんな朝ごはん起きてすぐ食べるみたいなことないけど、今日は朝ごはんから食べたのであんまりお腹空いてはないですね。チョコチョコお菓子も食べた。チョコあんぱんとか、これもなんか食べてみた。元横さんありがとうございます。ご飯のお供があればいくらでも食べれますね。ただしば漬けとあれがもうなくなっちゃった。よう食べますねって。食べますけど食べますけど、そうだ。そりゃ食べますと。みんなもちゃんと食べてください。僕お弁当4個は食べれるって。武蔵のお弁当4個は無理じゃないですか。武蔵のお弁当は4個はちょっと
お弁当によりますね。唐揚げ3つにおむすび2つのあのお弁当4個はさすがに無理じゃないですか。ごちそうさまでしたって言いたくないよね。そう、終わらせる気がないけど、一旦ごちそうさまでした。一旦ね。そう、なんかお店で食べ終わったとかならごちそうさまでしたでわかるけど、家におるときはごちそうさまでしたはない。タイミングがない。いや、放置とかじゃなくて、なんかあのごちそうさまでしたって言ったらもう終わりな感じがして、まだやからってなる。ちょっと待ってくださいね。業務連絡でした。そうだね、生誕祭で当落はいつ出るの？当落発表はいつですの？いつですと？
3月後、まあまあ先ですな。と言っても5日、でも5日もあるよね、当落出すまでに。逆に言うと5日もかかるんだねって感じ。4日後、うん、今日1日やけん4日後。としきさん、ナーラブさん、ともゆきさん、ありがとうございます。落選が怖くてまだ遠征の手配してません。落選は大丈夫だよ。落選恐怖症になってますね。もしや。なんか巻きが緩いな。よいしょと。今日はメイクさんにやってもらったんだけど、もう結構時間が経ったので巻きが取れちゃいましたかね。ヘアオイル使ってるんですか？ヘアオイル？ヘアオイル？今日はでも髪の毛メイクさんにしてもらったので、まあ何かしら塗ってあると思います。おにゅうのしたら観光しましょう。そうしましょう。巻きが取れちゃいましたね。まあ時間が経つとそりゃ取れるよね。美しさに磨きがかかってますな。本当ですか？やっぱ22歳になったんで磨きかけていかないと。
グッズのヘアオール使う髪がなくて困ってる。これですか。いい。じゃあ眉毛にどうですか。でしたら眉毛の方にいかがですか。別に大人意識はしようとは思いませんけど、まあ自然と大人になっていくものなのではぐらいの気持ち。大人になろうと急に背伸びみたいなことは別にしません。まあでも年齢に合ったも服装とかしていきたいですよね。なん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 。まあでも普通世間一般的な年齢よりも若めの服装とか、若めというかちょっと幼い服装とかできるのは、まあアイドルっていう職業の特権でもあったりはしますね。まだ全身ピンク着れるって。着れない。衣装とかじゃない限りは着れない。全身ピンクは二十歳でも着れてなかったかな。二十歳の時でも着れてなかったかな。全身はきついかも。そ、上だけとか下だけとかはいけるけど、全身ピンクでしょ。トップスもスカートも。はちょっとそれはちょっと、衣装とかならいいけどね、自分で好んで選んで着ることはないかな。それはもう22歳関係なくないかな。まあでも人生的にもあんまりないかな。3周年。何3周年って、なんだっけ3周年って。
でも峰吉さん、峰吉さんはねまだまだ19歳なので、50分になったらランキング読みます。タネさん、ナラブさん、めっちゃ可愛いギフトありがとうございます。まあ水色の服でも意外とそんな持ってない、え、持っとるか、でもまあまあまあ、白とか水色がまあ一番自分の中でもしっくりくるよねって感じ。なんかお仕事終わってまだこの時間なの嬉しいな。まあ終わってはないんですけど、まだあるんですけどね。ちょっと49分だけど、そろそろランキング呼ばせていただきたいと思います。48位はアタールさん、24位モン吉さん、13位アバッタンさん、12位タネさん、11位ライディーンさん、10位錦鯉さん、9位ゼータンさん、8位トシキさん、7位ソウちゃん、6位リュウイチさん、5位元横さん、4位イトちゃん、3位ピルシさん、2位セリアさん、1位ナーラブさん。ありがとうございました。私のお昼ご飯配信まあ夜は夜で別に普通に配信すると思います。それでは終わりたいと思います。私のお昼ご飯配信にお付き合いいただきどうもありがとうございました。それでは終わります。バイバーイ。